さあ本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティの NC ひがとひっちゃんです。番組へのメッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。この放送は収録となっていますので、すぐにメッセージへの対応はできませんのでご了承ください。今回は振り返り会です。それでは NC ひがさん、お願いします。今日もあなたにイノベーションよろしくお願いします。今回振り返るゲストは、沖縄県読谷村出身で、現在書道、ダンス、格闘技、衣装作りなど中心に多岐にわたる表現者として日々奮闘されている金子ゆりえさんを振り返っていきたいと思います。ゆりえさんのこの3つのポイントを振り返っていくと、1つ目に人の喜び、2つ目に日本習字、3つ目にコツコツ継続、そういったものが挙げられました。それをまとめたラベリングとして、悩みを喜びに変える表現者、そういったことかなと思います。理由としては、その金子ゆりえさんは現在沖縄県で書道、ダンス、格闘技、衣装作りなどを中心に他者の悩み解決のため日々活動しています。その思いの一つに、自分の培ってきた経験を人のために使っていきたいというものがあります。その延長線上に他者ファーストの謙虚の心、そういったものがあるんじゃないかなと思いました。そんな金子さん、まさに悩みを喜びに変える表現者、そういったことを感じラベリングさせていただきました。この全体の、収録を終えて、この金子ゆるいさんの印象どうでした？じゃあ本当にいろんなことされてて、なんだろう、書道って言ったらやっぱり古風なイメージがあるけど、格闘家とか、サンバとか、何ですか、本当になんか書道家って言ったらなんか着物みたいな感じのイメージ。そうだ、和って感じなのに、サンバ戦うとか、もうめっちゃもう面白い方だなと思いました。本当に。まさにマルチタスク。はい。本当に、幅が広い、本当に。幅広くて、まあ、器用っちゃ器用ですね。はい、本当になんか、あとエネルギッシュ。はい、本当に。こう喋っててもね、それが出てるし、バーって出てますね。本当にそのエネルギッシュで、すごい、マルチタスク。まあそういったのが全体的な印象だったと思うんですけど、そんなゆりえさんの、まあ、人生活動理念というところをお聞きすると、まず私の知識や経験で悩み困ってる人を助けたい。人生は喜ばし大作戦。すぐに相談が聞けるように余裕を持つ。素直、謙虚、誠実、行動。まあそういったものを理念に、活動してるっていうふうにおっしゃってたんですけども、実はね、私がリハビリの学校行ってる時の、年は自分が上なんですけど、その、ゆりえさんが2期上なんかな、っていうところで、まあその学校でもともと知ってたっていうところと、はい、で、卒業してその医療従事者として、少しね、関わりがあったっていうところが、今回、この出演に向けての話だったんですけども、その、ゆりえさん自体がもともとこの作業療法士として、医療にリハビリとして携わりながら、いろいろな経験をしていたんですけども、その中で、同時に書道がね、幼稚園ぐらいだったかな、何十年とやってて、今師範なんですよ。書道の師範。まさにプロなんですよね。だから自分で教室も開けるし、そういったこともやりながら。で、作業療法士としてやりながら、この書道家としてデザインもだからできるんですよね。それやってるとどんどん仕事が舞い込んできて、あれこれフリーランスいけるんじゃねっていうことになって、でそんな中でやろうかなってやってる時に、サンバと出会うんです。ずっと沖縄にいたわけじゃなくて、その内地にね、内地に行って、また仕事を作業療法士としてやってる時に、その土地でサンバフェスティバルみたいなものがあったのかな、なんかあって、それでなんかもう、ね、やっていくうちにハマってね、なんか、ええってなってたらしいんですけど、なぜかというとね、この衣装代が高い。ああ、おっしゃってましたね。これね、一式うん十万って言ってたんで、やば、みたいな。でそこで、手作りでね、衣装を自分でやるっていうところにまた繋がっていくんですけど、まあ、そんなね、一つの、もともと持ってた書道家としての、
小さい頃から培ってきた経験、うん、それをデザインに自分の表現として落とし込みながら、さらにその後に社会に出て、うん、作業療法士として、要は広い視点でね、いろんな本知識を蓄えるみたいな経験を得ながら、うん、さらに表現するっていうところで3番っていうものに出会い、うん、さらにそれをやりながら、うん、これはちょっとどういう経緯かちょっと聞いてないんですけど、うん、格闘技ね、柔術と出会うわけですね。うん、で、さらに、この負けず嫌いのところで、うん、どうせやるならやってやら、みたいな、うん、その収録当時はね、もう、キンキンで、プロテストがあるんです、みたいな、試合もあるんです、みたいなことを言ってたので、うんうん、そこまで言ってるんですよ。なので今、減量中です、みたいな。マジか、みたいな。うん、でそれもしながらね、うん、あとは衣装とかも自分で手作りしたりみたいな、うん、そういう本当に情熱でね、モデルもやってた、そうモデルもね、あ、それ放送で言えなかったんですけど、うん、なんだ、沖縄の、うん、あれあるじゃないですか、男性が着る、カリウシウェア、カリウシウェアで作られてるスーツみたいな、うん、それを出してる業者さんがいるんですけど、うん、そのメーカーさんのモデルさんとして、うん、まあ、彼女のね、うん、インスタで載せてるので、興味ある方は見ていただきたいんですけど、うん、まあ、そういうものはね、うん、その理念の中で、本当に人生喜ばし大作戦とか、うん、まさに素直、謙虚、誠実、行動、うん、そういうところを中心に、まあ、いろんなことをやってるっていうことなんですけども、うん、まあ、そんな話を聞いて、どういう風に感じたって言っちゃうんですか？同じ女性としてね。本当器用だなって思いますよね。うん、もういろんなジャンルで、うん、しかも、なんか全部一生懸命なんですよ。そうだね。本当にそれが、すごい。どっちかバランス苦しそうだけど、うん、均等にめっちゃ一生懸命だし、うん、また、本当にコツコツっていうのが、うん、なかなか自分はできないので、すべてちゃんと全部バランスよく、コツコツ進んでいってるっていうのが、かっこいいなって思いますね。うん、元気もらえるし。言ってましたね。自分の特徴の一つとして、コツコツ継続し続ける、うん。それがあるんだって言ってたし、うん、本人が自分の特徴として、コツコツ継続し続けるっていうものがあるって言ってたし、うん、難しいっすよね。本当に。難しい。それはあると思います。うん、まあ、でも、その中で、やっぱりその、全部がね、バラバラじゃないです、実は。うん、くっついていく。紐づいていく。例えば、格闘技の部分で言うと、うん、さっき言ったように、その書道でデザインできるんだって言ったじゃないですか。はい。それが、うん、格闘技イベントの、その主催者の方に、うん、大会のロゴ作ってほしいってことで、いわゆる書道家でデザイナーとして、そこに携わっていって、うん、仕事につながってたりね。うん、これね、番組の中で、うん、実際、彼女が、マスクのね、デザインをやってるものがあったんで、うん、見てもらったんですけど、めっちゃかっこいい。ねえ、かっこいい。ほんとほんと。このインスタの中で、この書道家としてのものも、うん、デザインがね、ね、いろいろ上げてるんですけど、かっこいいよね、ほんとに。ほんとにね、多彩だなと思いますね。うん、ほんとに力強い、うん、この字もあれば、うん、すごいなんか、繊細な字も書いたりね。なんか、絵みたいなのも描けられてますね。そうですね。なんか水彩画的な。こういう、あ、そっか、水彩画、そうですね。水墨画っていうんですかね、こういうのは。あ、どっちなんだろう。水墨画っぽいですよね。そうですね、うん。そういったものもなんか描かれてたら、本当に多彩だし、本当になんかそれをなんか表現者っていう最初の冒頭にね、確かに自分言ったんですけど、うん、やっぱりこのいろんな部分で表現者として、最終的にまとまってるなってやっぱ思うんですよね。うん、いろんなジャンルの表現者ですね。うん、あとはなんかね、このタイムマネージメントむっちゃ大変そうだなと思って。ああ、うん。もう本当に仕事とプライベートじゃなくて、もう全部がプライベートになってるんです、彼女の場合。もう本当にね、やりたいことを今やるみたいな。うん、それが一番大事な自分の根幹なんじゃないかなっていうふうに思いますよね、うん。はい。なんか本当に現代の働き方。うんうんうん、自分がワクワクすることに、むっちゃフルコミットしていくみたいなやり方を、彼女は、やってんじゃないかなと思うし、うん、あとはね、このフェイバリットソングのところと、うん、この彼女の表現者として、ダンスのところでね、うん、実はサンバだけじゃなくて、うん、なんだろう、ポールダンス的なものも、はいはい、そう動画で出したりしてるんですよ、うんうんうん。で、その使ってる曲がちょっとまた面白くて、面白いね、80年代の、このポッ
プスを使って、またやってたりとかね。うん、それなぜかというと、単純好きなんです。チャゲアスとか、スピッツとか、昭和80年代の、いわゆるオールディーズのジャパニーズソングっていうのを使って、うん、このフォールダフっていうのをまたミックスしてやってて、ね、そういうのもすごい面白いんですよね。うん、本当になんか、彼女のこの活動を通してね、あ、こういう生き方もあるんだなとか、うん、またなんか、応援したいなとか、あ、彼女の生き方としてまた応援したいなとかですね。うん、あとはなんかデザインをまた、見ていただいて、ちょっとデザインしてほしいなっていうある人は、うん、一旦相談していただくのもいいのかなと思いますね。あとはモデルもやられているそうなので、うん、それともまたいろいろ相談するのもありなのかなと思います。うん、まだね、インスタをチェックしていただいて、はい、また二つ三つやってるので、うん、ダンサーの部分と、またなんかこの書道家としての部分とか、うん、書道もね、その作品を販売してるので、そういうのもまたちょっとチェックしていただけたらなと思いますね。はい。はい、というところで、今回はですね、沖縄県読谷村出身で、書道、ダンス、格闘技、衣装作りなどを中心に、多岐にわたり、活躍されるガネコユリエさんを振り返っていきました。以上になります。はい。ガネコユリエさんへのご連絡先は、お電話番号 050-5604-3849。インスタグラムでは、ユリエ書道展と検索するとご連絡できます。LSM レディオの YouTube 概要欄からもご確認ください。本日は以上になります。See you!